はい、どうも、白滝です。皆さん、新年明けましておめでとうございます。まあ、今回はね、新年一発目の動画、1月の1日、月曜日に撮影しています。で、この動画で、まあ、話していく内容なんですけれども、1月1日に更新情報が来たので、更新情報、で、特番について、やるべきこと、2023年の最終オーダー、最後は新春ガチャ&契約書開封してね、運試しやっていこうかなと思います。まあ、今年もね、プロスペースの動画、まあ、どんどんね、投稿していく予定なので、まあ、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、新年一発目のね、動画にもなっているので、まあ、高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。お知らせの方を見ていきたいんですけれども、今年も来ました。お一人様一回限り新年運試しプレゼント実施中。1月9日火曜日の14時59分までログインすれば、閲覧確率 30% 契約書3枚と、2024元旦記念スペシャルアイコンをプレゼント。まあ、今年もね、プロ野球スピリッツエースをよろしくお願いいたしますと。まあ、今年ね、2024年はパワープロが30周年、そしてプロスピ20周年のね、特別な企画が開催されるんですけれども、2023年は、ま、解約の祭りだったのかな。まあ、これはコナミさんのもしかしたら作戦かもしれない。2023下げといて、2024年、まあ、2024年を盛り上げるための前座だったかもしれない。まあ、それでもね、ちょっとランダムボックスの廃止とか、まあ、いろんなね、解約は、まあ、プロスペース的にはね、嫌だったんですけれども、まあ、今年はね、まあ、再び盛り上がるね、時期になってくるんじゃないのかなと思います。もう一つの更新がパワープロ30周年プロスピ20周年記念マンスリー感謝祭第1弾1月11日の木曜日15時から開始されます。キャンペーン名は S ランク選手1人確定10連プレゼントスカウト、まあ、通常の選手が当たる無料10連が1月の11日から開始されて1月17日水曜日の14時59分まで開催されています。まあこれもいいよね、マンスリー感謝祭無料10連で、まあ、S ランクのね選手獲得することができるので、まからずねこの日ログインして、まあ、S ランクの選手は獲得していってください。次に話していく内容が、明日1月2日火曜日の15時からプロスペースの特番があるんですけれども、何かしらあるのか。まあ、とあるね出演者の YouTuber が生放送でね Twitch とかまた YouTube とかね言っていたんですけれども、まあ、あんまなんかないんかな、情報に関しては何もなく、まあ、インフルエンサーの方がねわちゃわちゃ遊ぶ、まあ、そういったね企画になっています。まあ、興味がある方は見ていってください。まあ、視聴キャンペーンかな、5エナジーぐらい多分もらえると思うので、まあ、エナジーだけはね回収して、まあ、こちらのね特番は興味ある方は見ていってください。まあ、収録時間もね長く、まあ、動画もね多分長くなると思うので、もしねこの特番で最新情報があればこのチャンネルでね最速で、まあ、動画投稿すると思うので、まあ、そういったね情報を知りたいという方はチャンネル登録とね通知をしてもらって、まあ、まとめたね最新情報を見てもらえればなと思います。まあ、特になんかすごいね情報は発表されないらしいので、まあ、もしね発表された場合はまとめていこうかなと。2024年1月1日のやるべきことについて話していきたいんですけれども、ショップからスピストア、毎月1日になればアイテムがリセットされます。 S ランク契約書、限界突破コーチ、特訓コーチ、特殊コーチ、まあ、いろんなねアイテムがあるんですけれども、必ず S ランク限界突破コーチと交換していってください。あともう一つ、まあ、最新で追加されたんですけれども、 S ランク契約書の補助券7500枚で獲得することができるので、この2つに関しては必ず交換していってもらえればなと思います。 S ランク契約書、特訓コーチ、特殊コーチに関しては交換する必要はありません。まあ、契約書とかね来週に無料10連もありますし、イベントでねほぼ毎週獲得することができるので、それよりも S ランク限界突破コーチ、今来ているね OB の選手、落合さん、藤村さんが当たった場合、 S ランク限界突破コーチを使ってスピリッツ上げることができるので、必ず限界突破コーチと交換していってください。でメダルがね足りないという方はランク戦でね1ヶ月3万メダル集めることができるので、まあ、ランク戦をやってねメダル集めていってもらえればなと思います。
やるべきこと2つ目、前回クリスマスログインボーナスというものがパースピポイントクラブであったんですけれども、今回お正月もデイリーログインボーナスがあります。合計で150ポイント1月の1日3時から1月の2日2時59分までが1日目で、2日目3日目とありまして、合計でね150ポイント獲得することができるので、毎日ね無課金美課金勢はログインしてポイントを獲得していってください。このポイントはプロスペースのアイテムと交換することができて、150ポイントで S ランク確率 30% 契約書、700ポイントで S ランク自チーム契約書と交換することができます。まあ、皆さんはねこちら S ランク自チーム契約書と交換してほしいんですけれども、タイミングとしては今オーダーをね強化したい方はこちら交換していってください。おすすめなタイミングとしては3月のグランドオープン、グランドオープンでは4名の選手がね追加されてきて、自チーム契約書であれば4分のハテナで選手をね狙い撃ちすることができるので、まあ自分はグランドオープン後にこちら700ポイントを交換していこうかなと思います。まあ今ねオーダーを強化したい方は今交換、まあおすすめな時期としてはグランドオープン後に交換していってください。新年が明けて2024年最新のねオーダー見ていきたいんですけれども、投手に関してはスピリッツ4400で全員揃えることができました。打者は捕手とこちら山田哲人選手以外は4300なんですけれども、つい最近ねミキサーをして4400の山田選手当てることができました。まあ、こちら写真はねアニバの坂倉さんになっているんですけれども、エキサイティングの坂倉さんはリアタイでね使うこともできるので継承はしています。まあ、継承していれば全ての、ね、選手スピリッツ4400で揃えることはできたんですけれども、まあ、この後ね1月の月末にベスト9タイトルホルダー、そこでねまたオーダーは変わってくるので、まあ、自分のね最新オーダーは、まあ、こういった感じになっています。最後は運試しのガチャ引いていきたいんですけれども、福袋ガチャそしてセレクションのガチャで欲しいね OB の選手全部当たったんですよ。落合さんもね当たりましたし、まああとは外駒さんも当たったで、自分はね左信者なので右のね藤村文雄選手を今迷ってるんですよ。迷っているんですけれども、こちらね3回引いて A ランクの藤村文雄選手が当たったらちょっとねランキング周回して阪神純正のためにも、まあ、強化していこうかなと迷っているので、3回引いて A ランクの藤村文雄選手が当たれば、まあ、運がねついているので、まあ、その場合はちょっとランキング周回して、まあ、藤村選手のね A ランク、まあ、そして S ランクセンター契約書でね獲得していこうかなと。さあ行きましょう、新春のガチャ撮影日は1月の1日、まあ、藤村選手が出るのか出ないのか、 S ランクも当たってくれれば嬉しいね。うん、3回で、まあ、出ればちょっとね迷ってるんでね、ここでちょっと決めていこうかなと。さあ行きましょう、あと村上さんの A ランクが欲しいんですよ。ベスト9タイトルホルダー出るので村上さんの A ランクがあと2枚、今3枚揃ってるので2枚当たれば極みまですることができます。さあ行きましょう、ラスト誰が来るのか。さあ A ランクの阪神は誰なのか、森下選手。2回目行きましょう、藤村選手が当たるのか、ここは見ないでスキップしていきましょう。増田選手、外駒選手、ラスト、20% かな。おお、才木選手もまああり、これで極み。ラスト購入3回目 S ラン確率 30% も3枚配られたので3回引いています。行きましょう、藤村選手は当たるのか。全然当たらないね、 20% か。さあ行こう、ラスト藤村選手。おお、やば、えマジで本当にね、マジで何回も言うんですけれども、やばいよ本当に。運、え、もう新年一発目2024年も運がいいって本当にやばい。ランキング走ります、迷っていたんですけれども、ここ当たったのであればランキング周回して藤村さん極みにしていこうかなと。 S ラン確率 30% 新年運試しプレゼントも引いていきましょう。 10% もあるんですけど、これはね別で引いていこうかなと。さあ行きましょう、当たるのか当たらないのか、新年運試し村上さんの A ランクか、あとは S ランク 30% お願いします。でもさっき藤村さんで運使ったんでどうなんやろ、来るのか来ないのか。さあリリース、調子くん頼むよ。 S ランクはここバットは当たらず、さあラスト最後ほんでにっこり割れ、いやーさっきので運使ったか。磯畑選手、渡辺選手、青木選手、いやさっきので運使ってん。皆さんはどういった結果だったでしょうか。
コメントでね書いていってもらえればなと思います。まあ今年もねプロスピースの動画毎日ねほぼ毎日、まあ、多分ねどんどん投稿していくと思うので、まあ、ぜひともねチャンネル登録と通知、まあ、そしてねこの動画に高評価の方もよろしくお願いします。まあ今年もねよろしくお願いします。